少年レジスタンス、そしてありがとうございます、アツキロックを奏でるオーディエンス、この2組のね、両を並び立つ炎のダブルワンマンライブ、沖縄から世界へ音楽史にパンクの日を刻み込むという熱いメッセージをね、心に秘めて、皆さん今日後ろの方でもううずうずしながらスタンバイしております。もう、ね、皆さんもね、知っててこちらの会場に来てるからね、もう早く始めろって感じですよね。申し訳ございません。もう少し説明させてください。そしてまた今回ですね、記念すべきスペシャルデーということで、総督エイサーのラックという皆様に今回ステージ花を添えていただけます。途中の方でも皆さんこちらね、会場の方にお登りいただいて、ちょっと最後まで見ていってくださいな。そしてそして今回ですね、私が普段 MC をしているユーストリーム音楽番組音市場 TV で、後ろの方にカメラがございます。そちらの方から世界中にまた生配信しているんです。皆さん見てますか？ユーストリームの皆さん、日本の皆さんはこんばんはですね、世界の皆さんはグッドモーニングでございます。さあ、もう今回もこの配信を通して皆様の明日がより良いものになってくれるということを信じて、全力でハノを MC していきたいと思います。さあ、お待ちかねですね、もう早速一組目のアーティストに登場していただきたいと思います。ロックバンドオーディエンス、バンド名の由来は自分たちの弾きたいロックを自ら作って発信したいという思いから、プレイヤーでありオーディエンスであるというスタンスから来ております。疾走感のあるナンバーからロックバラードまで、独自の世界観でかっこいいパフォーマンスを披露してくれます。皆さん準備はいいですか？ありがとうございます。いいですね。もういきますよ皆さんということで、登場していただきましょう、オーディエンスの皆さんです。どうぞ。
に近いようなフィードバック、フィードバックに
日ということで、8月9日、今日は、どんな出来事があったの？どんな出来事があったの？8月9日といえば、ピサの社長が着工されました。こうか、そういう意味じゃないや。いや、いいとこ行ってるぞ。いいこと言ってる。他に何かないの？ちょっと、ね、調べてないんですよ。オッケー。さっきウィキペディアで調べたのも全て忘れてた。というわけで、今日は少年レジスタンスとチャタン持つ共催でオーディエンスを巻き込まれて、沖縄ロックの日に制定、沖縄パンクロックの日に制定するということで、我々パンクロックと言い放ってやったことは一度もないんですけど、で、少年レジスタンスにね、行ったらね、まあ、パンクロックの日だから俺たちはパンクで、お前らはロックで、それでいいじゃないかと。その考えまさにパンク、よろしく。そんなんでいいかな、今日はたくさんやるぞ。8月9日に、まあ、金曜日に、夏休みのこんな、ね、男臭いお祭りに、集まっていただき本当にありがとうございます。僕たちはもっとすごい人たちが出るので楽しんで帰ってください。で、そんな弱気でいいのか。できることは弱いよということで、はい、CD を作ってきました。はい、今日のために CD を作ってきました。またそうやって完全に嘘つくな。見て触って戻して帰ってください。はい、楽しんで。いくらなんだ？500円で販売します。500円で、我々の CD 8969円も払ってきていただいて、そうです本当だな。みんな今日消費税もあるんです。もっと莫大な収益だな今日は。とんでもないわ。これ三輪明宏のコンサートより高いんじゃない？今日は、CD に入っている、曲を1曲やります。どんな曲かというと、時代の逆境にこんな、ね、アイドル戦国時代にパンクとか言ってるような、サイケデリックで反逆時なあなたたちに送りたいと思います。君たちの歌です。サイケデリックが。We'll be right back.
ロクとはなんだ。最近そういう絡みがね、ロクとはだな。無責任に大江と叫んで大江と言い合うことだぜ。おい！おい！そういうもんなんだ。あの、俺非常にかまってちゃんなんですけど、この年になって20、もうそろそろ29なんですけど、かまってちゃんなんで、もうちょっとだけね、前に来てくれないかっていうバンドのこの絡み、俺あんまり好きじゃないんだけど、あえて言おう、もうちょっと前に来てくれ。大丈夫、変なことしないから。あの、後ろにいればいるほど俺、終わった後にすっごい絡んで CD 売りつけるからね。照れてるんですよ、これ後ろがね、見えないんですよ。いいこと言った今、すっげえこと言った。あのね、みんなの顔が見えづらい。あ、別にモッツさんに対して文句を言ってるわけじゃないけど、いや、そんな感じじゃないでしょ、今。みんなの顔が見えづらいから、もっと前に来てっていう、うん、こういうな、あの、なんか寸劇みたいなのやるから怒られるんだよ、お偉い人とか。そういうことやるから。今日はどんな曲やるんですか。え、次どんな曲やるんですか。次は、ちょっと待って、次は、そうですね、通常で30分とか持ち時間いただいて、この辺でいつもなら終わっている。この辺ならいつもだったら終わって、すげえ、もう今日も大変っすって言ってるマスメ君、どうなんだっけ。今日は大変ですけど、あんまり体力ないからね。そうですね、ちょっと体力がね、ですね、あんまりないんで、頑張ります。最近の体重、一番最近の体重は何キロか。52キロ。さすが黒木瞳に似てると言われるだけ。女ですね。素敵です。そんな低血圧の松戸君も頑張っているところに伝わるわけですけど、はい、あと、中国人に日本語上手だったんですか。そんなプリンスに似ていると言われる中国人。次の曲は、次の曲はですね、今日俺ですよ、オーディエンスどころかバンド始まって以来ですよ、あのカバーなんてやるのは。ね、何のカバーやろうかなと思ったら、やっぱり説明は、そうか、説明は、今日は説明はええねん、突然俺は完成するじゃねえねん。今日は、ね、こんな素敵な場所を設けてくれた、少年レジスタンスと、チャタンモッツ、そして創作エーサーラック感謝したい。そして何よりお客様にね、感謝したいと思いまして、今日はこんなスイートな時間が流れるということで、ね、ちょっと俺見すぎじゃない。スイートな時間かな、流れるんだよ。トメちゃん聞いてるか。前向きましょう。スイートデイズ。Oh, no.
ランキージェットシティ。かぶったよ。ブランキージェットシティ、スイートデイ。で、1時間のステージなんで、普段やらないことをやろうってことで。長渕剛で、嘘で持ちます。アコギアレンジバージョン。普段やってる、普段あんまりやんねえか、これ。メロゴーランドという、暗い曲がありまして、我々、もっと暗くしてやろうと。メロゴーランド。
意外と早いところで、まあ、もう後半戦、もう後半戦突入しておりまして、我々あと数曲残すところとなりましたが、夢、ね、そうですね。こういう隅になっちゃうところがいけないっていうことで、我々、オーディエンスでよろしく。
19の時に作って今だにやってる曲ガイ My heart is raining baby彩られたような鳴らす砂利に沈んで君が消えてあった方が No cry no more as a truth You're needWe'll be right back.
らのオーケーさんですね。かっこいい。何がかっこいい？全部かっこいい。さすがですね。さあ、皆さん今日はパンクの日ということで、じゃん。パンクの日 T シャツ。こちら、今日のイベントの T シャツです。ちょっとパンクガールにやりたいなと思っているんですけど、ちょっと程遠いから、ちょっと衣装チェンジしてみたんですけど。さあ、続いてですね、もうちょっとスピーカーの方も下ろして準備してるんですけれども、続いて創作エーサーラックの皆さんに登場していただきたいと思います。創作エーサーラックさんですね、沖縄の伝統芸能として親しまれてきたエーサーの伝統を大切にしつつ、そこに新しいエーサースタイルを取り入れていきながら新たなる観光の創出に取り組んでいるエーサー団体です。 LUCK ラックとは英語で運命の運を意味しているそうで、彼らは言いました。エーサーを通して出会ったこの瞬間を運命のめくり合わせだと信じて、出会いと感動を求めながら活動していきたい、そしてみんなの心にいつまでも残る団体を目指したいんだと、右手にバチッ、左手に開口、これぞうちなーですね。もうちょうど8月、A さんの時期になりますね。これから9月か、8月の31日、9月1日ぐらい、9月の初めぐらいから沖縄県で、ね、大きい、ね、イベントがありますね。沖縄自然と A さん祭り、こちら道十年も合わせて3日間行われるんですけれども、全土行ったことある人いますかね。いるか、さすがにね、沖縄だからね。その全土エーサー大会とかたくさんの各地の方々来るんですけれども、ユーストリームをご覧の皆さんは県外の方もいると思うんですけど、 YouTube でもユーストリーム検索したら出てくるかな。全土エーサー祭り、沖縄中のエーサー団体がここもここかですね、この素晴らしいものを見せ合ってくるんですけど、ぜひぜひそちらも皆さん、これから祭りの季節ですからね、行ってほしいですね。祭りで盛り上がる前に、まずはこちらの今日、パンクの日で皆さん、エーサーを先取り味わってほしいですね。準備できたかな、まだか、もうちょっとか、もうしばらくお待ちくださいね、皆さん。それまでちょっと私にお付き合いくださいな。ちょっと、本当に見えない。さっきオーディエンスさんたちが言ってたように、こっちの舞台だったら皆さんの顔全然見えないんですよ。今ただどんくらいいるのかなとも全然わかんないんですけど、皆さん盛り上がってますかね。あ、いいぞ、盛り上がってるか。いいね、盛り上がってますね。多分ね、うちのタイプだからこれからもっと来るかな。まだだし、まだ9時だし、まだまだこれからだしね。夏の夜はこれからですよ、皆さん。こんなところでね、座ってたらダメですよ。立ち上がってもエーサー見て、お酒飲んで、オリオン飲んで、これぞ沖縄の夏です。夏だからね、夏を満喫しないともったいない。私は今年夏満喫しすぎて日焼けばっかりして大変です。もう美白に憧れる。まだ私今、今年、来年か、来年で19になる、今今年18歳で、まだ18歳なんですよ。まだちょっとこのスキンケアとかをね、劣ってる。これ多分二十歳越したらやばいんだろうなとか思ってね、ファンデーション持ってる、塗ってる、日焼け止め塗ってるってするけど、一本じゃ足りない日焼け止め。もう沖縄の紫外線大変です。本当にユーストリームで見てる県外の方々、沖縄県に旅行に来る際はごっそりごっそり日焼け止め持ってから来てください。ぜひこれから祭りの季節、夜だからといってね、ちょっと油断したらダメ。夕方でもめっちゃ焼けるからね、大変よ。そろそろ準備できましたかね。もうちょっと、あ、大丈夫です。ちょっとあとリトルダン、あともうちょっとって英語なんて、カミングス、違う、カミングスも、ちょっと英語はちょっと苦手だな。もうしばらくお待ちください。創作エーサーラックさん、今日はラックさんたちは20分ほどちょっと披露、演技を披露して、あ、 OK ですか。 OK 出ました。さあ皆さん、これから夏の沖縄の夏の風物詩エーサーの方をご覧いただきたいと思います。それでは登場していただきましょう。創作エーサー
咲き誇れ愛し儚しこの星のぬちぬちらさや花ぐすぎなさ
エーサーって盛り上がる感じのイメージだからさ、もっとワイワイするかなと思ったけど、もうちょっと自分も脇で見てたんですけど、なんかすごくジーンときた、そんな演技でしたね。よし、私もエーサー習うわ。これからエーサーするわ。今年の夏、私がエーサー踊ってるのみんな期待しててね。さあ、そんな、どんなのファンクロックの日、第1回ファンクロックの日2013、沖縄県初参照ライブハウスもっちよりお送りしております。さあ、続いてのですね、少年レジスタンスさん、始まる前に少々ご準備があります。その間にね、私今日ファンクロックの日だから、ちょっとみんなにファンクの歴史を教えようと思って、私勉強してきたんですよ。って言ってもちょっとカンニングペーパーなんだけど、ちょっとみんなにお教えしていいかしら。いいですかね。ありがとうございます。